C96、レッドナイン、開発記録、その19、第27回試写報告をご覧いただきます。大人の事情で、ダミーカートリッジモデルのロックフレームとボルトにこだわっています。当然のように惨憺たる状況ですが、ここまでやらないと納得しない場合もあります。第27回、レッドナイン、試写報告、2023年3月10日。本日の試写は48発のみ、標準品のロックフレームと標準仕様のボルト、樹脂製マガジンフォロワーとアルミニウム製リコイルスプリングガイドを使用しています。では、本日の試写をご覧ください。完全に噛んだとこまで来た。わかります?噛んじゃうの。はい。噛んじゃうって言ってますけど、ロックフレームに乗り上げちゃうってことです。また、同じです。もうダメ。乗り上げました。
多分削れが進行して引っかかってるんですよ。ハンマーが落ちる落ちないはともかくも、加速度的に削れが進行していますね。もしもダミーカートリッジモデルを発火モデルに改造しようとしていて、ここまで進んでいる人がいたら褒めてあげたい。最初にエキストラクターが折れる、次にファイアリングピンが折れる、ボルトが壊れる、レシーバーが壊れる、途中では暴発の嵐、やっとそれらをクリアしてボルトキャッチに至り、この、ボルトが削れちゃう現象に行き当たる。俗に言う、無理ゲー。対策として、リコイルスプリングの先端にスペーサーを入れ、スプリング圧縮長さプラススペーサー厚さの前兆で、ボルトの交代を止めます。まあ、なんとかなるでしょう。本日は以上となります。